はい、アメミヤです。今回の動画は GR86 のインテリアについて話してみたいと思います。今回もですね、大黒パーキングエリアで撮影した動画にナレーションをつける形でやってみたいと思います。それではよろしくお願いします。でまず RZ グレードではインテリアは黒と 赤赤が選選べるんですけど、僕は赤を選択しましまた。まあ、理由は単純でどうせなら派手な方がいいかなという理由です。ですがまあ実際に車を見てみると思ってたよりもフレアがかなり濃い赤なんでこれは好みに分かれるかな。ドアの内張りに関してもフラットに赤が入っているのでこちらも少し安っぽく見えてしまうかなという感じがしましたね。もうちょっとねステッチがあったりだとか押しがあったりしたらいいなと思いますね。まあまだただこの辺りはカスタマイズのしどころとも言えるのでいろいろ僕も考えてみたいなと思います。 そういう意味でも86はやっぱり車両はあくまでベースと考えるとすごく面白い素材に見えてきますよね続いてこれ僕オーダーした時に忘れてたんですけどオプションでインテリアパネルをお願いしてたようでこちらはフォージドカーボン柄のパネルがついてるんですけどちょっと微妙かなせめてねこれやっぱ貼り付けじゃなくて一体物にしたいですよねこことかねちょっと貼った感じがありますしちょっとまあ浮いたりしてるしまあインテリアはま,あまあこんなところですかね オリトさんに聞いたんですけど今回 AT と MT で若干内装も少し違うみたいですねオートマの方は小物入れがあるっていうように言ってましたそういう風に聞くとですね流用できないのかなとかいう風に考えるんですけどまあ86と BRZ の流用も含めて、まあ、そういったねことも楽しみの一つなのでいろいろ考えてやってみると車にどんどん愛着が湧いてくるかなって思いますでは続いてエンジンルームに行ってみましょうかね でボンネット開けると、やっぱり最初に思うのは、この棒ですね。もちろんね、ダンパーの方が若干重いんでしょうけど、僕はやっぱボンネットダンパーにしちゃうと思いますね。まあ、あと、実はエンジンルームの内側もちゃんと同じ色の青になってて、まあ、これは良かったなと思ってます。最近ね、特殊なブライトブルーみたいな色だと、ボンネットの内側が違うみたいなこともあるらしくて、 ちなみにオリ田さんに赤を見せてもらったんですけどエンジンルームは外側の赤とはちょっと違う色でした聞いた話だと1つ前の ZL の86で出たオレンジ色なんかはボンネットを開けると後ろが白いっていう話ですからねブライトブルーに関してはエンジンの中もブライトブルーになっているので安心して選んでもらえるかなと思います で長い目で見るとエンジンルームをいかにきれいに保てるかっていうのは実は結構なテーマですね以前オリドさんにエンジンルームが汚いのはパンツの中が汚いのと一緒だって言われたことがあるんで皆さんもね定期的にきれいにしてあげるともし見られた時に恥ずかしくない思いをしたくて済むかなと思いますということでね GR86 ノーマルの感想をちょっと好き勝手に話してきたわけですけども実は運転したのはこの時が最後で この後すぐとある場所に預けてですね、もうすでにアーデのイメージでラッピングをしている最中です。すでにもうデザインの方は皆さんにもお見せしていると思うので、実写になるのが非常に僕も楽しみです。まあ、なので、次回の8 l o これはね、おそらくラッピング後のスタイリングでの動画になると思うんですけど、皆さん楽しみにしててください。 それでですね、1月14日から16日まで行われる東京オートサロンにアーデのブランドから展示することになってますので、ぜひ来場される方は見てみてあげてください。僕も会場のどこかにはいると思います。ではまた、雨宮でした。